本日の動画はメンテナンスです。2号機 DT200R37F の長引く水温上昇問題、とうとうデジタル水温計デイトナさんですねのデジタル水温計を増設することにしました。今までの経緯なんですけれども、いろいろやって水温計を交換してみました。タコメタユニットですね。で、結果は同じと、まあ、つまり、落札した水温計もおそらく 2LR のものではなくて 1TG のものだったのではないかというふうに推測します。で、いよいよですね、もう正確な水温が知りたい。もう一体今何度なんだと、レッドゾーンに飛び込んでるのレッドゾーンは一体何度なんだよというのを知りたいというわけで、デイトナ社の水温計を増設することにしました。Amazon で購入しました。価格は4176円。痛いっすね、もう。でもまあ、正確な水温を知ることができればこれは高くはないというふうに覚悟して、購入しました。それでは本編どうぞ。続きまして、水温問題ですね。デイトナさんの、デジタル水温計を買いました。で、今、バッテリーに接続してあります。で、誤差が著しくなければこれをメーターの水温計の部分に貼り付けて、実際にこのデジタルメーターで、水温を見たいと、では、今31度気温になってるのかな、この地面の温度なのかな。じゃ、水につけます。水につけました。で、温度は33度と言ってますね。じゃあ、温度計で測ってみたいと思います。今水温は、温度計は34度だと言ってますね。34度。で、デジタル水温計は33度、1度ですかね、違いは。ちょっと温めてみます。今、湯沸かししてます。もうどんどんいってますね。おお、30、240、まあ当然なんですけれども、熱していますので、ガスでどんどん温度が上がってるわけです。では、ここに、いけるかな。ちょっとこの配線部分をあんまりこいつにくっつけたくないな。くっつけちゃうと溶けちゃうような気がするんですよね。かといって、直接炎が当たってる、洗面器のには直接接したくはないというわけで、なんかこんな感じなんですかね。よいしょ。で、その上で、はい、何度ですか。もうちょい、上でもいいかな。こんな感じ。今、43度ぐらい、4度、5度。危ない危ない、ちょっと下にあれですね、センサーがくっついちゃいましたね。6度、7度。この温度計ですね、そのいわゆるこう、この、まあ、あのアナログな温度計よりも1度ぐらい高めに出てる？いや、低めなのかな？あ、指が痛くなってきた。50度。あ、いや、まあ、ほぼ同じっすね。まあ、この辺の誤差はどうでもいいわけですよね。80度、90度のあたりの誤差が怖いわけですよ。
なんか洗面器にコードがついてる。大丈夫かな。やだな。ちょっと改善を考えてみます。ガスをもう一度ガスのボンベを変えまして、実験再開してます。1度ですね、誤差は。誤差1度。今ね、アナログは69ですね。アナログが69度です。70度、もうちょい70度。69って71度、そうですね。今70度だから赤が。誤差は1度だな。デジタル水温計は正確だというふうに仮定して、交換してみます。取り付けました。メインスイッチをオンにすると、はい、一旦88度となって、あとは水温と。どうも心配なのがこのサーモユニットのここ、随分となんか手応えが少なかったんですよね。水持ってこないかな、エンジンかけたら。はい、というわけでこれで温度測りたいと思います。水温、現在水温は73度ですね。あれ、傾いた、動いた、傾いた、どうした。さっきまで動いてなかったのに、全く。70度、水温。70度までは正確っていうのは見ましたからね。水温を、確かめるために、試し走りをしてます。テスト走行をしております。現在85度ですね。今これ川の上なんですよ。で、川の上で、先ほどその川の上の道路が始まるところで気温は27度って書いてありましたね。夕方で若干涼しくなってます。で、それで85度と、この辺もレッドに飛び込んでたんだよな。この前の車の人がなかなか素晴らしい安全運転の方で、うおーっと、はい、あ、でもこれちょうどいいですね。この信号待ち86度で、アイドリング、まあ真夏、結構シート暑いっす、もう。
水温計しか映ってないんで、ほんとつまらない映像ですね、これって。85度に下がったし、アイドリングなのに。やっぱりこれ、水温計だな、おかしいの。大したことないだろ、こんなの。一番今まで見たら、このデジタル水温計の最高の温度って110度なんですよ。R1 で、モテギ、ツインリンクモテギを走った時なんですけどね。純正のラジエーターを、まあ、それしか積んでなかった時に、まあ、タイムアタックをやったんですけども、とかですね、レースだったんですよね。で、レースだともう、どうしようもないじゃないですか。どうしようもないですよね。なので、そのまま走ってたんですけど、スタート時点ですでになんかもう100度ぐらいまで行きそうになってたかな、確か。で、うわぁ、これまずいとかって思ったんですけど、まあもうスタートラインついてしまったので、もうそのまま行くしかないって言って、で、結局レース中110度になりましたかね。焼きつくんじゃないかと、もう気が気じゃなかったですね。まあ熱でもし仮に、バルブが飛んだりとかなんていうことになって、突然急にですね、車体がこう止まってしまったりしたら、どういうことになるかと。ツインリンクの敵だと、フラストレートで R1 だと270キロは絶対出るんですよ。調子がいいと280キロに迫ってくるんですよね。で、そこで急激にこう止まってる、速度が出るんだったら、まあ命はないなみたいな、それと比べると気が楽ですね。でしかも81度でしょ。でも R1 と DT は違いますからね。違うんだけども、違うんですよ。まあでも、結局その後 R1 結局歪んだりとか、ガスケット抜けたりとか、まあ、してなかったので、まあそう考えるとね、80度ね、まあ。もうちょっと低い方が理想は理想っすよ。だけどこれだったら絶対吹かないっすよね。吹くのはまあ110度120度ぐらいだから圧力かかってる。で、まあ温度も出てるんですけど、これ YPVS がちゃんと働くようになってコントロールできるのと、交換したらめっちゃ快調なんですけど、早い、こんな早いのか。ちょっと今回転数あえて上げてるんですけども、この状態で、サーモユニットを見ています。サーモユニットからお湯がジョボジョボ漏れてたら大変なことになってますからね。ちょっと見てみますね。もしお水が漏れてたらカメラをそちらに移します。なんかね、若干緑色の液体が見えてますよ。若干緑色の液体が見えてますね、不吉なものが。
あのじゃーって漏れてる雰囲気はないんですけど、なんか滲み始めてますね。これは、これなんだろう。木合ってるこれ。しょうがないな、もう本当に。シールテープもうあと 2,30 巻いてみたいと思います。こちら外してHTG のメーターがついている、ところに持ってきて、そのサーモユニットが 2L あると。まあ、抵抗が、なんて言うんでしょうか、少ない。で、2LR の、あれなんですよね、水温計って、それに合わせてやっぱり抵抗少なくなってるんですよね。HTG って抵抗すごい大きいんですよね。だから抵抗が大きいから、同じだけの電流が流れても、針はこう触れないと動かないと。うん、そういうことでしょうね。今89度。まあ別にそんなにこう、いい感じじゃないですけど、まあ大したことないですよね。だって89度だもん。長いことこう信号待ちだったんですよ。まあ89度90度だったら普通ですね。こんなラジエーター1個しか積んでないバイク。MT03 だ。ちょっと、ゆっくり下上り坂だったんですよ。そしたら97まで行きましたね。そして今現在は、下り坂だったんですよ、90と。こう、ゆっくりゆっくりあんまり風が当たらずに、エンジンに負荷がかかりやすい状況だと、やっぱり水温が、まあ、上昇すると。今89度だもん、アイドリングだとガンガン減る。やっぱりなんか、まあ、こいつこんなもんだよな。違うかな。まとめます。水温は許容範囲でした。よかった。過酷な状況以外は90度以下でした。過酷な状況というのは、上り坂の渋滞ですね。で、シングルラジエーターファンがない 37F であれば、まあ90度100度以下っていうのはもう十分許容範囲かなというふうに思っています。その自分の感覚ですね、おかしいな、この症状で、吹かない、熱だれしてないというこの症状で、その水温計がレッドを飛び越えて危険な範囲に行ってますっていう表示がおかしいんじゃないかっていう、この自分の感覚が、それほどずれていなかったと、致命的じゃなかったというので、安心しました。この自分の感覚は今後も使えるなという。
それで車外の水温計なんですけれども、まあ、できれば外したいと、はい、純正の水温計で十分だなという、危ないですよっていうのを知らせてくれたら正確に何度かなんて別に知る必要もないので、私純正以外のパーツつけるのあんまり好きじゃないんですよね。ミラー、レバー、サイレンサー、チャンバー、ハンドルなど含めて、もうライトとかウィンカーもですね、できれば純正固めしたいので車外の水温計は外したいなというふうに思っています。ですので2LR のタコメーターユニットがあればそれを落札したいかなと。でただしですね、やっぱり古いので本当にそのタコメーターユニット水温計がおかしくなってしまって、逆の方向ですね、水温が低く出ちゃうのが怖いので、まず保険としてリザーバータンクに水槽用、観賞用、熱帯魚観賞用ですか、水槽用の水温計を増設してみたらどうなるだろうっていうのはちょっと考えてまして、実は、その水温計だったら安いので買いました。で、まあ、もしですね増設したら、邪魔にならないところにいつも見なくていいので、危ない時だけ見る。例えばガソリンタンクの前に貼り付けてあるとか、はい、そんなような増設はちょっと保険のためにしてみてもいいかなと思っています。やってみたらまたこの、チャンネルで、ご紹介いたします。ありがとうございました。